国の随星ライジングテクノロジーが開発したインターネットセキュリティスイート。世界で8000万ユーザーの使用実績を持つウイルス対策ソフトである。日本では E フロンティア社が販売していた。ウイルスセキュリティゼロなどの登場により、低価格帯のセキュリティソフトは価格競争が激しくなっており、競合他社に押されている。また、2007年3月2日に発売された。 更新料不要のウイルスキラーゼロは2007年7月13日からシリアル番号一つでパソコン3台まで使えるようになっている。この流れを引き継ぐ形で2008年3月28日に発売されたウイルスキラーインターネットセキュリティ2008とウイルスキラーインターネットセキュリティ2008北斗の件はシリアル番号一つでパソコン3台まで使えるようになった。 最近では2010年2月5日にウイルスセキュリティゼロ同様 OS 対応型更新量不要のウイルス対策ソフトウイルスキラーゼロが発売された過去にはウイルスキラーのマスコットキャラクター版が3種類発売されていたハローキティがマスコットキャラクターになっているウイルスキラーハローキティドラえもんがマスコットキャラクターになっているウイルスキラードラえもんケンシロウが マスコットキャラクターになっているウイルスキラーホクトの剣も発売されたが2008年2月22日をもって販売終了となった。ラグナロクオンラインウイルスキラークラウドを2012年5月30日に発売したが2013年1月19日にウイルスキラーシリーズすべてのサービス終了。ウイルスプーリタン等の調査機関の結果では 改善は見られるもののあまり高いとは言えない。中国では2007年時点でこれを使っているゲームプレイヤーが総数の80%を上回っているというニュースもあり、シェアは高い。パッケージ版は新規アップデート時にサーバーが強化されていないために新規アップデートの場合、数時間かかることがある。未だに改善されていない。 2012年10月19日に e ーフロンティア側が突然2013年1月19日をもってウイルスキラーシリーズの更新の停止の発表を自社のホームページ上で行った。同時に代替製品としてソースネクスト社製のウイルスセキュリティシリーズの期間限定で無償提供開始することを明かした。サービスの終了の背景には尖閣諸島問題の影響があったものとみられる。 トップページにアクセスした場合、お使いのウイルスキラーはサービスを終了しております。現在のパターンファイルは提供しておりません。新ウイルスに対応できませんので、使用しないでくださいと、使用を控えるようにする告知画面が一瞬出た後、ウイルスキラーシリーズはすべてのサービスを終了いたしました。とのお知らせへリンクされる。公式のサービス終了に伴うお知らせや、 Q&A では、返金に関する案内表記はないが、ウイルスキラーシリーズサービス終了に伴う、返金対応ページは存在し、問い合わせメールなどで、返金の要望連絡を行った利用者に対しては、返金対応が行われている。ジャガー横田、木下博勝夫妻が登場する CM が放送されていた。ありがとうございます。